はいどうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまばたけしです。今日も元気にヘルメツギマーボーやっていきたいと思います。ということで、今日はですね、はい、私、ババンとね、はい、先日ね、ヤオミ、無事獲得いたしましたんでね、今日はこちらのもちろん、はい、そうですね、魔改造、やっていきたいと思います。で、今持ってるメンターでは、ちょっと、いないんですよね。あ、いるけど、これがね、もう500コインなんで、さすがにこれはちょっとつけられないぞ、ということなんで、作ります!はい。で、今持ってるやつで、センターで、ロケッツでね、いるんすよ、やばいやつが。はい、ダダンと。過去の名選手で、まあ、オラジュワンとか、まあ、これ星3で、コズジャスもいるんですけど、はい、私見てください、こちら、はい。ババンと。はい、モーゼス・マロン、アクアマリンのやつが、これもう星5でね、控えてるんで、こいつをもうレベル100にしちゃって、アクアマリンのもうレベル100、メンターはやばいでしょ。はい。じゃあ、こいつを持っていきましょう。で、一回とりあえずこれギア外して、で、何で持っていくかだよな。ヤオミンは何が持っていく?で、ギアが、まあこれ育て中なんですけど、まあ結構インサイド系のギアがあるかな。これとかどうだ?これとかもやばいね。リバウンドとかフィジカルマックスなんで、何持っていこうかな。何持っていける?でもこれレイアップダンクと、ミドル持っていけそうだな。それか、ポストスコアリング持っていけそうだな。それどっちか持っていければいいかな。はい。じゃあちょっと、まず、こっちの魔改造だな。はい。こっちの魔改造っていうか、レイアップダンクと緑持っていければ理想的だよね。あ、それがまあ、ポストか。ちょっと見ましょうか。はい。まあ、22でもちろん持っていきたいんですけど、やっぱレアでね、持っていきたいですからね。プレメがあるっていうね、なぜかセンターで。リバウンドとかもいいんで、なんか、いいのがねえな。そんな、うまい具合にいかないか。ねえな。逆に、暗黄門で、うまいこと。でも、11だもんな、これだと。うわ。やばいぞ、これ。レアではない。うわ、どうしよう。もう、11で持っていく、レイアップダンク2。レイアップダンクはまあ2で持っていけそうじゃないですか。でも、さすがに22で持ってきてるような。でも、このギアとは限らない。あ、こっちのギアの場合とかだったら。これでもやばいな。で、リバウンドかフィジカルだったらある。まあ、これでもやばいじゃないですか。これでリバウンドかフィジカル2で、レイアップダンクも、だったらあったから。よし、これ思った。もうね、多分メンターが間違ってんだ。メンターが間違ってて、レイアップダンクはいらない。リバウンドとフィジで持っていこう。リバウンドとフィジで持っていきたいから、メンターで、これでフィジカルがマックスのやつを、なんか0円のやつつければそれでいいや、もう。フィジ。フィジカル。いるかな?フィジ2。フィジが1が多いな。この辺でフィジ2とかあればいいんだけど。フィジ、ないな。フィジ1はめっちゃいるんだけど。あ、いた!ガソル。あー、これ100コイン。100コインだけどもういっか。100コイン。やばいもんね、この魔改造はね。まあ、探せばいるのかな。今いたぞ。ヤオミもいる。ヤオミも100コイン。ガソルがこれね、2ついてるんですよね。ポストも2ついてるね。フィジとポスト。これでいきますか、じゃあ。これで。よし。もう決めた。あ、待って、こいつは?あ、こいつも100コイン。うわ、いたと思ったんだけど。あ、待って。100コイン。いないな。あ、待って、いるやん。ここにオラジュがいる。待って、これは?やばい、無料だ!これつけましょう。これつけましょう。いいよね、待って、間違ってないよね。フィジなんで、オッケー。これだよね。これつける。はい、つけます。ガチャコンと。はい、指導すると他の。はい、いいです。置き換えました。はい、これで、フィジカルとリバウンドマックスマックスにして、これで5メーターマックスの。あ、違う。ディフェンスが1足りないから、4メーターマックス。とりあえず2ずつのやつは、残り5メーターのやつが全部マックスになりますんでね。これがもう、究極のヤオミンの魔改造でしょう。はい、じゃあ、これでいきましょう。じゃあ、まず、レベル100にします。はい。モーゼス・マロンレベル100にします。はい、まず1回選手食わせて、もうアンバーまではね、もう全部普通に食わせてますからね。はい、じゃあここでもう自動でいきましょうか。はい。自動で、はい、ガチャコント、はい、ローズコーツ1個使うけど、まあいいよ。はい。で、アクアマリのモーゼマロ、はい、レベル100にしました。はい。アクアマリやばいですね。まあ、モーゼマロはそんな使わないから。はい、じゃあこれやばいんですけど、メンターにします。やばいよ!アクアマリンのメンターは本当に。じゃあいきます。はい。フィジカルとリバウンドがマックスで、はい。じゃあこれ変換します。いきます。トーン。さあ行きます。トーン。はい、やばいです。はい、もう普通にやばい。さあ、これを、いきますよ。さあ、オラジもね、これはさすがにメンタルできないよ。
これはさすがにメンタルできないんで。はい、じゃあこれを、やばい、モーデスマーローン秋山に72,900。これはもう本当に文句出し魔改造でしょ。はい、いきます。トーン、やばい、4メーターマックスでディフェンスも6いってますんで、はい、究極魔改造、究極魔改造のイヤーオーティングが完成しました。やばいです。はい、でこれで最強パーが完成したんですけど、ただねこれ見ると、まあ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 、一応コズジャス以上のみんなね、あ、これちょっとペニーだけちょっとしょぼいけど、ただケンプがねちょっとつけてないんですよね。でもうさすがにこれはちょっとやばいなと、一応ガチャゲンなんで、もうこれちょっとつけないとしょうがないだろうと思いまして、つけます。メンタルします。これメンタルします。メンタルつけます。でただ問題が1個あって、パワーフォワードの OKC がね、持ってない、持ってないっていうかね、これローズコーツ、星に、さすがにローズコーツはまだ星5にできない。だ理想はこれつけれれば最高だよね。ファンデだしね。で、チェットが星4なんですけど、星5に今できないんですよね。もうガネもなかなか星5につくのをちょっと、なかなかつきつくて、いないんですけど、で、こういう場合は、もうカタログで作れる過去の名選手でいれば、それで作っちゃえばいいんで。でこう探していくと、はい、ここにいました。はい、アキパのラシャード・ルイスが、こちらね、あのコズジャスなんですけど、まあ3個でね、パンプキン3個で量産できますんで、これを何個か作って、もう星5に無理やりします。そしてもうね、曲がりなりにも一応コズジャスでね、魔改造をケンプしていきましょう。はい、さすがに何のメンターもつけられないのはちょっとしょぼいので。ただルイス、これメーター見ると、持ってけそうなのがミドル3、ミドル3シュートオフドリブルか、ミドル3。ケンプとちょっと相性が悪いね。ケンプがどう？逆にケンプこれ、3ポイントちょっと上げたらおもろいかな。まあ、ミドルはでも、万能的に上げたいよね。で、シュートオフドリブルと。まあ、でもシュートオフドリブルとミドルかな？持ってきて、ちょっとシュートオフドリブルもね、ちょっとメーター低いですけど、まあ、シュートが上手いショーン・ケンプも面白いと思うんで、じゃちょっとこれ、作りましょうか。何個作ればいいんだ？今、コズじゃそもそも何個ぐらい持ってんだ、これ。コズジャスが、まあ、結構持ってるか。星1も結構ある。星2もあるかな。星3結構あるね。まあ、いいや。とりあえず4体ぐらい作っとく、とりあえず。とりあえず4体ぐらい作りましょうか。はい、じゃあ。まあ、アクアマリンのこいつも、まあ、でも作れねえかな。はい、じゃあちょっともうラシャドルイス作ります。はい、こういう時のためにね、本当にコツコツコレクション貯めてたんでね、解放します。はい、魔改造のためならとりあえず4枚ぐらい作っちゃうか。4枚ぐらい作って、はい、とりあえず4枚作りました。コズジャス3個でね、量産できますからね。はい、で、こいつを魔改造していきましょう。まずはラシャドルイスを魔改造、コズジャスで相当して、はい、いますんで、こいつをまず星2にしていく。はい、なんか料理してるみたいだね。まず料理するのはこちらのみたいな、まず用意するな、こちらの。はい、これでこいつをまず1回全部星2にします。そっから考えよう、そっからいろいろ考えるから、どうやっていくかはね、やり方は何通りもありますから。で、最後の1枚、これも、はい、で、こっから星2が意外と、でも4枚ぐらいしかないから、まあ、とりあえずあるやつはとりあえず。3でしょ？これも3で、まず4にするよね、これで。で、これで、あ、わかった。道わかった。はい、これでまず4にするじゃないですか。それで、こいつとこいつ食わせて4にします。はい、OK。で、残りのやつは、これは食わせて、これは2同士で食わせて、3にして、で、ここでファンデだな。で、ファンデの登場を、はい、これで。はい、これで OK。はい、これで星4になりましたんで、はい、これで5にします。ラシャードルイスつけます。はい。で、こっからですよ。こっから、大事なのは、何で持っていくかなんで。で、パワーフォワードで、これやるじゃないですか。で、とりあえず1回レベル100にしちゃうか。1回レベル100にしちゃいましょう。まあ、4つも食わせる。で、これは結構でも上がると思うんだよな、オブシディアンとかでも。あ、オブシディアンでめちゃめちゃ上がるやん。こういう時は、なるべくローズコーツ使いたくないんで。40個ぐらい食わせる？とりあえず。はい、OK。で、パーサーファー1個使うけど、まあいいや。はい、これで100いきました。で、こっからですよ。何持っていくかなんですけど、まあ、メーター、これ一緒だからいいか。メーターこれ一緒だから。
いや違う、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう。こういう時はちゃんとやりたいんで、はい、こういう風にしてる。あ、でもパーサファ7分解、パーサファ、パーサファじゃねえや、ローズコーツ7分解。いや、こう隣り合って 見たかったんだよね。まず、まあ育って、あ、育てじゃないか、まあこれとかか。レイアップダンクマックスでも見る。あ、まあ、あ、でもこれもうやばいね。3メーターマックスだから、これね、理想的だね。で、こっちはこれ、あ、でもフィジカルが余るんだな、フィジカルが余る。まあ一回 こっちだな、多分。こっちが良きで、上げるのは、ラシャード・ルイスは、ミドルかシュートオフドリブルでね。ミドルかシュートオフドリブル。はい。じゃあ、それでちょっと探しましょう。ミドルとシュートオフドリブルが上がるギアがあれば最高。待って、これは？やばいね、これ理想的。で、メンターでミドルのやつが出れば最高。でも、これはね、とりあえず、ローズクォーツまでのつなぎだから、最悪11でもいいけど。2がねえな。あ、ルイ8000村、これ1か。これは、あ、伸びつき。え、100コインかい。あ、無料いた。無料いました。伸びつき、これ。はい。じゃあ、こいつつけます。はい、ガチャゴンと。はい、これで、ミドルとシュートオフドリブルがマックスになりました。じゃあ、これで持っていきましょう。はい、これで持っていきます。はい、チョコンと。シュートオフドリブルとミドルマックス。もうこれでいいよね。はい。これで。はい、OK。とりあえず、プラス2ずつで OK。で、これでケンプにつけます。はい。で、これでも3万2000ですからね、コズジャスでも。まあ、だいたい顔代と匹敵するんでね、パワー、その、同ユニじゃない。はい、じゃあこれでつけます。はい、ガチャゴンと。はい、オーケー、これでまあ、顔代クラスのね、メンター作られましたんでね。はい、で、シュートホードルとミドルがマックスで。で、フィジカルはもう元から、まあ、6いってるんでね、ナチュラル6で、やばいんでね、はい、こんな感じですね。はい、私は。まあこういう風に足りない部分を補う魔改造もありますし、ヤオモイみたいにもう鼻から5ぐらい持ってるやつをもうマックスに持っていくっていうやり方もあるんでね。まあそれはやり方はそれぞれですけど、はい、こんな感じで私無事ショーンケンプ、ヤオミン、ローズクォーツの最強カードが魔改造できましたんでね。こちらやばいでしょ、これやばいでしょ、本当にスタボ 100% パー99パーが完成しましたんで、はい、ありがとうございました。はい、ということで今日はです。この辺で動画の方は失礼したいと思います。また次の配信か、動画でお会いいたしましょう。それでは、See you next time! バイバイ。いや、早く使いたいね、これ。これやばいでしょ、今回。Some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.